とりあえずちょっとキャストさんに事情をしっかりと説明して謝りに行きたいと思います。どうもジュンス TV です。前回の動画見てくれた人わかると思うんですけども、モンスターシティのエネルギータンクをマックスまで貯めることができました。いやースーパーベビーとあかねちゃんの笑い声でこのエネルギータンクがマックスになったんですけども、最初あかねちゃんに双子のドッキリを仕掛けた時ちょっと怒ったので、私は全然このエネルギータンクたまらなくてびっくりしましたけども、でもその後子供の国に遊びに行ったらたくさんの笑い声を集めることができました。ということでこのエネルギータンクを持って隣の部屋のトイストーリールームにいるマイクたちに届けてあげたいと思います。さて、トイストーリールームの前まで来ましたよ。よいしょー。いやー、みんな聞いてください。おはようございます。エネルギータンクをですね、マックスまで貯めることができました。おー!サリー?ちょっと待ってください。どっかいなくなってましたよね。サリーは一体どうして戻ってきてくれたんですか?ジョンさんがこの前行った川にマイクがジェニーちゃんの瞬間移動で行った。そしたらサリーを見つけることができて、再び二人で帰ってきた神様。そうか。じゃあやっぱりあの川にサリーはいたんですね。マイク、さすがだよ。さすが二人は最高のパートナー。よくサリーが行きそうな場所、わかったね。ということで、皆さん聞いてくださいよ。よいしょ。あかねちゃんとスーパーベビーとですね、子供の国に行って笑い声をいっぱい集めました。そして、このエネルギータンクはマックスになりましたよ。わお、ありがとう。シュンさんに感謝だ。いやー、アート、そんな、照れるよ。ところでさ、これを秘密の書類が入ってる金庫のところに戻しに行きたいんですけども、会社のどこら辺にその金庫はあるんですか?デスクの下だぜ。そこに金庫はある。そうなんですね。よし、わかりました。じゃあ私はこれを持って今から君たちの会社に行きたいと思います。そうだ、君たちの会社って確か。モンスターズインクの会社はディズニーランドの中にある。我々も行ったことがある。そうだよね。リトルグリーンメンと一緒に私ディズニーランド行ったことあります。そうか、あそこですね。あそこに君たちの大切な会社、そしてモンスターシティがあるんですね。よし、私はこれを持ってジェニーちゃんと一緒に瞬間移動で行ってきたいと思います。私はですね、これをしっかりとモンスターズインクの会社に戻しに行きたいと思います。最高のエネルギーが入ってますからね。あ、そうだ、私全身真っ黒のパジャマなんですよね。パジャマでディズニーランドは嫌だな。でもダメだ、一刻も早くこれを届けに行かないと秘密の書類が取られちゃいます。モンスターシティを守るためです。あ、そうだ、マスクしてない。あ、それはさすがにダメだ。今の時期はマスクしてないとディズニーランドに入れないですからね。よし、これで OK でございます。さあ、今から私は瞬間移動でディズニーランドまで行きたいと思います。ジェニーちゃん、ぜひお願いいたします。到着しましたよ、皆さん。あそこがモンスターズインクの会社ですね。そして秘密の金庫があるそうなので、このエネルギータンクをすぐに戻しに行きたいと思います。では行ってきます。いやー、これマイクの愛車って言ってましたよ。かっこいいですね。マイクの車、赤いスポーツカーみたいな感じですね。そしてここがモンスターズインクの会社でございます。この中に大切な大切な秘密の書類があるそうなんですけども、いやー、ちょっと緊張しますけどもね。この会社の中にです。うわー、すごい。やっぱ広いですね、このモンスターズインクの会社は。お、あそこの目のところですね。あそこがデスクです。私はしっかりとこれを戻してあげたいと思いますのでね。さあ、モンスターシティを救うために頑張ってきます。ここはですね、世界中につながるドアがあるそうなんですね。世界中の時間がここでわかるようになってるんですね。そして、お、ロッキーもいますね。とっても可愛らしいです。さてこの先進んだところですね。お、あそこがデスクですよ。そしてデスクの下に秘密の金庫があるって言ってたので、よし、私は戻したいと思います。これで何とかモンスターシティを、そして秘密の書類を守ることができると思いますので。よし、皆さん無事エネルギータンクを戻すことに成功しました。そして中の書類が取られた形跡とかもなく、荒らされた様子もなかったので、秘密の書類を守ることができたと思います。すぐにトイストーリールームに戻って報告しに行ってきます。ママ、あー、おー、いや
やー、戻ってきた。ジェニーちゃん、ありがとうございます。そしてマイクやサリーたち喜んで、ちゃんと書類は誰からも取られてなかったよ。そして無事あのエネルギータンクを届けることに成功しました。シュンツ TV、 ポリスステンチどうしたんだろう。ポリスステンチ一体どうしたんですか。私今ジェニーちゃんと一緒にモンスターズインクの会社まで行ってきたんですけども。シュンツ TV、 ちょっと待ってください。ディズニーランドの中に入ったんですよね。そうですけど、それがどうしたんですか。チケットを持っているんでしょうか。チケット、ディズニーランドのチケット私買ってないですけど。それはダメです。チケットを買わずに瞬間移動でディズニーランドの中に入る行為は犯罪です。そっか、いくら瞬間移動でもチケットを買ってないのにディズニーランドの中に入っちゃダメですよね。それは本当にいけない行為です。今すぐチケットを買って、そしてディズニーキャストに謝罪をしてきてください。そうか、そうだよね。ポリスステンチ教えてくれてありがとう。いくら瞬間移動でもそれはダメだよね。ちょっとマイクとかサリーとか一回ここで待ってて、また君たちの会社に行ってくるよ。皆さんやってしまいました。モンスターズインクの会社を救いたいがために必死になりすぎてチケットを購入するの忘れてました。とりあえずジェニーちゃん、瞬間移動でまたディズニーランドに行きましょう。そしてキャストさんに謝りに行きたいと思います。それではジェニーちゃん、お願いします。皆さん到着しましたよ。またまた瞬間移動で入ってきてしまいました。とりあえずちょっとキャストさんに事情をしっかりと説明して謝りに行きたいと思います。そうだ、ジェニーちゃんにちょっとカメラを回してもらいたいと思います。ジェニーちゃん、ぜひこの iPhone を持って私のことを映してください。お願いします。皆さん、今ですね、モンスターズインクのキャストさんに、お話をさせていただきました。そしてしっかりと謝罪をさせていただきました。そしたらですね、モンスターシティを守るためにやってくださってありがとうございますと、むしろ感謝のお言葉をいただきました。もう本当に嬉しいですね。私が悪いことをしてしまったばっかりに。なのでですね、しっかりとディズニーチケット代を払ってディズニーランドを楽しみたいと思いますと、とりあえず今はトイストーリールームに戻りたいと思います。ではジェニーちゃん、お願いします。ジェニーちゃん、ありがとう。皆さん聞いてください。ディズニーのキャストさんは本当に素晴らしい対応でございました。私がモンスターシティを救うのに必死だったことを伝えたら、瞬間移動で入ってきたことを許してくれました。でもそんな中で怒るのではなく、モンスターシティのために一生懸命エネルギーを集めてくれてありがとうございますと言ってくださいました。本当にディズニーキャストさんに感謝でございます。いうことでですね、マイク、サリー、そしてロッキーとアート、私は君たちの大切な書類をエネルギーで守ってきましたよ。それにしてもサリーはずっと泣いてるんですけど、なんでなんですか。あ、そうだ、スマイリーロックさん教えてください。サリーはなんで泣いてるんですか。ああ、ブーが行方不明になってずっと見つかっていません。なのでサリーはブーが心配で仕方がないんじゃよ。そうか、だからサリーはこの2日間シュンズ TV の部屋から出てってブーをずっと探してたんですね。サリーにとってブーはとっても大切な存在なんですね。これを見てる、瞬間移動ができる方、あるいは瞬間移動ができるおもちゃを持っている方、もしくはどこでもドアを持っている方、ぜひですね、瞬間移動などでディズニーランドに入る行為は絶対にダメです。チケットがあればまあいいとは思うんですけども、でもやっぱりちゃんとゲートから入るべきだと思います。いいですか、瞬間移動ができる方、絶対にチケットなしでディズニーランドに瞬間移動で入るのはやめてくださいね。そしてブーを早く見つけてあげたいと思います。サリーがせっかく帰ってきてくれてこんだけ泣いててかわいそうですので、それでは皆さん、またお会いしましょう。さよなら。なあなあバニー、俺たちもさ、瞬間移動でディズニーランド入ったことあるよな。ああ、あったな。でもさ、俺たちおもちゃはチケット買う必要ないからいいんじゃないか。確かにな。
ダッキー、バニーに質問です。ダッキーとバニーは魔法に興味がありますか？ああ、魔法使えるようになりたいぜ。魔法でディズニーランドに瞬間移動したいぜ。でもさ、魔法と特殊能力ってどう違うんだろうな。確かにな、ジェニーちゃんの瞬間移動は特殊能力だし、魔法とはちょっと違うって言ってたもんな。ああ、そこら辺の区別が難しいぜ。おい、これを見てる奴ら、チャンネル登録をするんだ。あと、高評価もだ。してない奴は俺たちにとって、敵だ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